はい、こんにちは、ペソでございます。コメデン続きやっていきたいと思います。さあ、最終章入りましたね。長安への道というところですね。序章、最速よりの情報ですと、芝居が発作で倒れたため、総司令の職を退いたそうです。そうか、それは良い知らせだ。して芝居の後任は宗心の息子曹操だそうです。すでに美女に入場しておるそうですと。宗心の子は芝居がいないならば何の問題もない、すぐに美女を攻めると。上昇、美女に向かうには、北からと西からの2つの道がございます。北から攻める場合、城までの距離は短くなります。しかし長安方面から援軍が待った場合、攻撃される可能性がありますと。西から攻める場合は城にたどり着くまで時間がかかりますが、強撃される心配はありませんと。また最初からの情報では、城内に、武具兵糧の備蓄がかなりあるとのこと。はあ、では作戦を考えようとね。どっちがいいんだろうね。西から攻めましょう。でも攻撃されてはかなわぬからな。では出陣するとね。さて、曹操の実力はどれほどのものかとね。はい、義援さんで、14部隊なんでね、観光さん今回お休みです。馬長さんもお休み。で、馬隊さんがキーパーソンになります。今回は一つ足りんな。そうだね、上げ切りたいんですけど、王兵さん外そうか。両替さんも連れて行きたいな。理解さんはいるしな。まあ、両替さんでいいか。はい、ああ間違えた。芝居が戦線にいない今こそ兵を進める絶好の機会だとね。美女はさほど大きな城ではありませんと。攻略は良いかと思われますとね。兄じゃ、諸国がやってきました。孔明自ら出陣していますとね。何、もう来たかと。よし、全軍迎撃の準備だとね。我らの父親は孔明との戦いに疲れ、ついには奮死なさったと聞く。この戦いで
父上の汚名を返上するとね、兄上、孔明は芝居も勝てなかったほどの知恵者、我々も細心の注意が必要ですと。遅いからな、橋を渡るのは大変、攻撃者も。策略か。
ら、仕留め損なった。そうそうさん、チョウンさん混乱した。
はやっと抜けれた。するんかい。ああ、武道かね。あ、これやばい。あ、いっぱい出てきた。加古葉さんならね、そうそう、大丈夫ですかね。完全に出遅れてるな。さてさて、どうしたもんか。やばいね。ああ、大補給か。ああ、そっちへ行く。
しょうがないね。このまま行きましょう。とりあえず目でおこう。妖怪さんを狙ってきた。あーやめて。あー混乱した。you
はい、それではここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。